足が直接大地に触れるというか森に触れるっていうことを体験すると、あともっともっと違った視点で森が見えてくるということが起きます。まあ、それは実際も森の巣でやっている活動を通しても見えてきているところで、あったかいです。気持ちいいと痛いとなんかいろんな感情を感じながら体も刺激されてます。頭で理解するというよりは体を通して、特に足を通して理解するっていうことが伝える感度というか伝えるメッセージ性の強さは全然違うので、その体験したことをしっかり次の世代子どもたちに伝えていくっていうことをやってくれたらいいですね。ふわふわするところもあって、硬いところもあって気持ちよかったです。なんか気持ちもふわふわになりました。山を感じますね。実際に抱かれたこの山々の中でのこの自分というか地球というかを感じて歩いてます。開放的でしたよね。すごく気持ちよくて、なんでいつも靴履いてるんだろうぐらいの。こうやってスーって行きたい。草で待ってます。え、なんでこんな赤岡なんだろう。ね、あ、本当だ。すごい気持ちいい。冷たい。気持ちいい。気持ちいい。何よりあそこの泥が最高に、なんかふぅーみたいな感じになりました。草は気持ちよくて、石は痛くて、竹はツボを感じ、でもね、こんなにいろんな種類を同時に比べられるとすごくなんか足の裏の感覚にすごい集中する感じがしますね。お邪魔します。あ、気持ちいい。でも怖い。カシャン。裸足になることがないので、こういう形で室内ではあってもね、外でね、だからあえて今回こういう形で歩けて気持ちよかった。木の上も泥の中も。だから直に足からその自然を体感するっていうことの大切さは気づいてくれたんじゃないかなって。